リビムと話したのはそうで、クザーと話したのはいつだったかな、もう忘れたな。クシーシーはね覚えてる、デビュー配信の直前だった気がする。シーシーもなんか怯えててで、サクちゃんと大丈夫って言ってた気もする。大丈夫って言いながらなんかもうなんか怯えてた気がする。クザは忘れたな。クザが最初デビューした時はなんかクザからなんかだいぶそう距離取ってた気がする。いろいろなんかもうね、あれよ、僕迷惑かかるんでぐらいの勢いで、まあここのやっぱ一人でやってたからさ、いきなりこうなんて言うんだろう、ソロからマルチになるとやっぱ気使うっていうのあるじゃん。クズはなんかああ見えてやっぱさ、もう本当になんかもういろいろね気にしいやからさなんかもう気にせんでいいってっていうことまでなんか言われてないかとか、こうね自分のことは気にせえへんのに人のことにはめちゃくちゃ気にするから、自分とコラボしたせいでなんか言われてないかとか、なんかもう優しい優しいね。サキュバスじゃないよ、なんだっけ、吸血鬼だからサキュバスはリリムナ、そう真面目やからいろいろだから大丈夫やでって、ネティービリコラボしたんじゃなかったかな。あれ DVD コラボもね、最初ね今忘れてたんだけど、なんかモルちゃん、いちごちゃんかな、いちごちゃんが言ってくれて、いろいろそれなんか話広かった気がする。うん、しみどろコラボね。